皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年3月12日、12時49分、佳子さまへのメッセージと、あと以前、客観的に物事を見たらという方たちへのメッセージではあるんですけども、またこれも90番ご一緒へのメッセージのところからアクセスできるようにしておきますけども、秋篠宮佳子さまが覚えなければならないことということでね、まずここなんですけどね、この過去のところ基本的に見えますかね。ちょっとカーソルまで見えてるかな、そちらの方で。指差しにしますね。この辺のところ、ちょっと待ってください。こうしようかな。この辺のところね、タッチもしくはクリックしてもらって、あと説明欄のところとか見てもらったら、何分何秒ぐらいの時に、僕は慌てて外に出なきゃならなくなったかっていう、横通り過ぎる方法、今までいろんな人間使用してるから。もう何がもう家に直接来ない人だし、本当に厄介。もう格差も含めて、本当にそこは。で、結婚協会では格差の小手ですよ。どこの教会にどんな人間が紛れ込んでるか分かんないから、それだと寝られんようにさせられる。これ本当もう全然冗談じゃないから。で、あと、もうこれ、一般的な人とか、若い人を見たら分かると思いますけども、その前にね、今年の1月1日ぐらいか2日に皇居で皇室の方たちが集まっていて、で、老人女性がね、遠回しに火山のことを言ってたでしょ。で、そこの中で臨界点とか粘膜とか言ってましたけども、あれ多分遠回しでエロ業界の人間だと思いますよ。あの老人婆さん、昔から僕は20歳ぐらいの頃にも同じようなこと言ってた人間、撃退してるはずですから。ああいう人間を、公共内に入れないこと。本当に。特に勤務者として。火山のことだったら、溶岩だから、粘膜ではない、絶対に。で、ただ、っての話を聞いたからか、3月9日23時頃にね、急に話が私の方に出てきてるのかもしれない。だからもう神がかり的な力と、ワンセット。もう、変な抗議方法とかいっぱいあるから、だから、皇居の中に悪党が招いたらダメだから、本当に。で、その後の文章で、例えばね、1956年に、売春法が出来上がって、それまで警察官や検察官や裁判官や国会議員に売春もしくは回春をしていた者が多く、その点はエロ業界がいっぱいいたから、で、そこから巻き返しだから。で、一般人もそのエロ業界があることが、それが普通だったっていう社会だったから、それもね。この100年ぐらいかかる、まともになるまで。で、例えばね、これ昔からあるんですよ。刑法の第175条、わいせつ物分布等、丸1、わいせつな文書、図画、電磁記録に関わる記録媒体、そうだ、要するに動画とかそういうもの、その他を分布し、またはレンタルショップとかもそう、とにかく広めようとすることね。または、公然と陳列したものは2年以下の懲役、もしくは250万円以下の罰金、もしくは過料に処し、または懲役及び罰金を閉科すると。合わせてっていうことですよ。罰金払いなさいと。電気通信の送信により、わいせつな電磁記録、その他の記録分布をしたものも同様とすると。この間びっくりしたのが、僕のね、日本の男性バンドマンのベスト100っていうところね、ラルク・アンシェルからフラワーと、ウィンターホールとハニーを選んで、アクセスできるようにしてたんですよ。で、プロモーションビデオでびっくりしたのが、ハニーのところ。女性の胸丸出しがあって、で、最初ね、一瞬なんか映ったかなと。なんかこう、球体の鉄格子みたいなところに、裸？顔と、
顔とか映ってないんですよ。マネキンかなって。なんやろって。確かあの頃も、自分たちがもう、あんまりややこしいことしなくていいから、もう、とにかく自分たちが演奏してるところ、演奏してるところを、あと歌ったりしてる、そういうところを見せといたらいいと。あと、いろんなことで経費かけすぎ、それプラス、いろんなとこ行きすぎ、本当、海外とか、本当に、撮影で、会社のお金使って遊び回る、もう、ものすごい悪い行動だから、それ絶対したらね、そんなことしてる暇あったら、そんなことにお金、かけてる暇あったら、設営のスタッフの人たち、もう僕は、去年働きに行ったから分かった。時間給1000円ちょっととか、その働いてる人でね、何でもこの仕事してるって言ってた人がいて、最初いくらだったんですか、時間給って聞いたら、750円。もう長年してた、昔の最低賃金法。もうわけのわかんないことにお金使ってる暇あったら、ちゃんと、現場でね、設営スタッフの人たちに、まっとうな時間給を、渡してあげなさいと。まずは、最低賃金法の金額っていうのは、中学卒業の基本給なんですよ。で、高校卒業の人は、高校卒業の基本給で物事を見てあげなきゃなんない。で、うちの会社はこうしてます、ああしてます、なんか、もうどうでもいいか、そんな会社。どうせ悪いことしとうから。うん。言った。さっき理由言った。裁判なったら負けの措置。で、これね、だから、アダルトコーナーとか置いてる、本当は非合法な稼ぎ方のところや、エロの写真集とか、だから、本屋なんか大体のところ、本当はノックアウトやから。一冊ごとに250万円いく。何年打った？何年続けてきた？春国札。まあ、なかなかそんなね、賠償金の話には裁判所の判決もなかなかそうはならないんですけども、ただもうそれぐらいのところ、その1回の行為によってね、その250万円以下の罰金とかそういうことになってますから、ね。何回でも訴えたったらいい。そしたら本屋の方が諦めて、そういうものを置かんようになる。これがお金の流れを変える行動。で、あと、昨日も報道ステーションで、あれ昔の映像だと思うんですけども、名前変えて、テレビで出てる時はね、宮崎議員っていう男性の議員だったと思うんですけども、なんか和歌山県でね、その、女性がね、やたらと、旗を露出するような形で、またいわゆるダンサー。もう大体あの業界の連中多いから、本当に。踊る連中で、口渡しでチップを渡していただとか、あのニュース昔からあるんですよ。ね、大体一番最初はいつなのかわからないのと、また同じようなことをおっしゃるのかと。まあそういうふうなことだとは思うんですけども、まずね、刑犯罪法の第1条の、20。公衆の目に触れるような場所で、公衆に険悪の情を催させるような仕方で、尻、もも、その他の、太もものことですよ。その他、体の一部を乱に露出したもの、こちらにも、該当すると、それも刑犯罪法としての処罰。だからそいつらの場合は、集団で刑犯罪法違反。昔、フルーツアパークでもあの手の連中来たことありませんでしたっけ？来た瞬間取り締まる。しませんでしたっけ？あったでしょ？まあ、あとは、だからアダルトビデオとかインターネット上のエロ動画に関しては、私生的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律第2条等にも、該当します。先ほど250万だ、別枠だからね。もっと違う。結局もう、だからもういつもそう、だからもう文章を写して、ここ、六法全書あるから、もう平成20年度版と平成31年度版。もう、健康法規、現代日本法規まで出てきたら大変なことになるか。国家間と今までの僕の歴史。もうほんと嘘が多すぎるテレビ局。あの人なんか浮気したっていうことでテレビで放送されてたでしょ。宮崎に男性の。その人たちの映像はまだ出てきてたんですよ。昔そういうことを知って、それで議員になって議員辞めてテレビ出てきてみました。無理だから。テレビ出演。本当に。もう途中で確保して。
記録するのがしんどい、各自が確認すればよい法律名を出しているって書いてるんですよ。そうでしょ、法律名と第何条とかを求めてくる裁判官にいたら平成20年の版の法制書渡しときましょうか。結局同じことだから、勉強してるからあなた裁判官としてこう決めてるんでしょって。今まで修行積んできて司法修習生としてまず終わって、その次ね、書記官とか議官とかいろんな官がありますよ。そういったものを経験して、まあ、弁護士とかをね何年とかで、それからやっと裁判官になれるんですから、その裁判官が法律面と第何条か求めてくる正直に言ったら、あの時の僕もこの間その256GB のその容量それ開けてみたけど、あんな量持ってこられて、あれもやん、これもやん、この人ほとんどの業界とつながって、その前平成21年度にその神戸市北区のね主査の人間を訴えた時に、即時抗告で、訴訟費用の救助申請通った内容でね、裁判官は段階さん、まあ、そこの裁判官の、その裁判のね、基本的に代表のような人、裁判官も合議制ですけども、部長裁判とかいろいろ役職であるんですよ、本当に。だから、合議制って言っても、どちらが先輩かね。意見うんぬんとか、まあ、そこはその辺も今までは判例で大体対処してますよ。あんまり変な判決なんか出してたら本当裁判官が訴えられるから、本当検察官が検察官捕まえてる例いっぱいあるから、本当冗談と思ってるでしょ、笑いながら言ってるから、これ全部本当だから。だからもう、だからグレイの皆さんがね、歌ってる曲で曲名ちょっと忘れましたけども、どうあがいても、汚れてしまうこんな世の中でっていう歌詞があるんですよ。最初からもうそのとにかく悪いことをしないっていう方向でね、物事をみんな突き進んで生きていかなきゃなんないのに、もうそこ春山整骨院その辺のね、漫画喫茶、そこはちゃんと閉店になってるんですよ。それはもう僕経由。そこも OK。で、アダルトコーナーを置いてた、レンタルショップ、6店舗、僕経由。で、倒産してるの。アリの中町だけで、ツタヤはもともと昔2軒あったんです。今トヨタがあるところと、その前がね、緑電化だったんですけども、その間ぐらいの頃かな、ツタヤ。緑電化の前がツタヤだったのかな。で、JA の近くのところに昔ツタヤがあって、そこがこの辺の、まあ、1995年以降の最初の、その、北新ビルの出張所の1階の今の三井不動産が入ってるところ、あそこに個人の、レンタルビデオショップがあって、アダルトコーナーを見つけたの。で、潰したの。そしたら、ツタヤが乗り込んできて、ツタヤがやられて、あいつら本当は青やから。もう500店舗超えてるから倒産してる。途中で、店舗を切り離してね、個人経営店に変えて逃げようとするんですけど、無理だからもう。もう一般社団法人に関する法律っていうものがあるから。設立した人たちもう永遠に逃げられないから。もうツタヤの名前つけられたらもう終わり。それだけね。日本語の方のツタヤもあるから。漢字の方の。ツタとかツルとかのツタ。そこに屋号の屋、何々屋さんの屋をつけただけ。頭良くない。何回言われても失敗してるから。もう他の仕事場だったら仕事なくなる。で、あと伝え関係だったら、そのイオンモールからちょっと、遡ったところのステップガーデンって呼ばれてたところの上新電機のその、まあ、向かいのところの伝え、そこももう倒産してなくなってるから当たり前で、あと谷上のゲオっていう店と、あとは、
神戸市兵庫区の神戸大学附属病院の近くにあった、まあ、個人的なチェーン店じゃないんですけども、まあ、そこも、潰れてる。チェーン店じゃないと思いますよ。僕はあんまり実態わかんないから。どっか他の都道府県で、同じ名称の店が2、3店舗あるとか、そんなことわからへんから、本当に。こっちも本当に。もう、だからもう、佳子さまはね、その、だから僕に会いに来て、で、その、もう、この辺で、だからまあ基本的に僕がここの部屋にいないときにここの部屋に電気はつけてないから、だから「淡井さんいますか?」ってこう「秋篠宮家過去ですけども」って言ったりだとか、まあ、本当は電話かけるのが一番いいで、僕の方から赤坂御所行きますから、ちゃんと予定組んでもらったら、それ前も言った、それでもこの辺変な方法でうろつきに来てるんだったら、もう佳子さんもどうかしてる、本当にちゃんと法律勉強せなあかん、一から僕はどういうふうな被害やってるか。それでも他の家出入りするんだったら、だから建築業界との癒着の話になってしまうから、今度天皇家の人たちは。だって任命権が天皇陛下でしょ、自民党の総裁選んでるでしょ。ね、三権分立にしとかなきゃなんないのに。それすると三権分立って内閣と国会議員、ここは数で、あとは、裁判所、これが三権分立けど、こことここが内閣と数、ここが強くなってしまったら三権分立じゃなくなっちゃうんですよ。だ、天皇陛下の選び方が総理の選び方、野党から選ぶしかないんですよ。最初から与党第一党絶対選んじゃダメなんですよ。癒着になるから。これを、ちょっと、国際司法裁判所か、まあ、どっか別の国の王族の人たちとか、まあ、アメリカの大統領と習近平国家主席の持ち帰りと、三人がかりで、ちょっと、選び方間違ってるって、ちょっと叱ってもらえません、本当に。今は国連でまとまってる時代やってその話があったらね、天皇陛下も選びやすいんですよ。だ、天皇陛下からしたら一般的な話って結局テレビ局が組んでしまってるでしょ。だからテレビ局に向かって僕はどう言ってたかとか、そういうふうなところをね、開示していくから、でそれを本当の話が出てくるから天皇陛下からしたら一般人の人たちの投票を得てる人を得てる一番最大与党のところから総理を選んでる、総裁から総理に任命してるっていう話で、一般的にそういうふうな形が正しい形のように、そうせざるを得ない部分も一部天皇陛下にある。だけど淡井圭介のこの話をテレビ局で一斉に放送したらどうなります？テレビ局まず売り上げなくなる、たくさん元からだいぶ前から赤字、本当は赤字ですよ。もう身の程もわきまえないで、あんなに大きなビル建ってて、僕は小中学生ぐらいの頃、もう小学生の頃だと思いますよ、建築工事始まってるの計画とか。だから日経新聞経済って言っといて、自分たちの身の丈に合わない、あんな大きなビル建てもう見に行きましたから、テレビ東京の建物、昔の建物だから、あの小さなある程度の大きさの建物の時に、民間のテレビ局ね、テレビ朝日とフジテレビ合併して、TBS と、読売が合併して、で、まあ、テレビ東京は各地方のテレビ局、例えばサンテレビとか、神戸で言ったら神戸にあるんですよ、サンテレビジョンっていうテレビ局が。そういうところと、合併して、効率性を高めていればよかった。新しい建物にお金を投じなければよかった。これが正解。で、建物を建てちゃったから、後戻りできなくなって、すんごい消費を加速させるような世界を作り上げて、ずーっとエネルギーの残存の問題に取り込まないで、取り組んできてない人間が大金持ちになってたんです。年収400万円以上が大金持ち。
習近平国家主席の年収の370何十万はあれ多分僕が一番稼いだ年の年収でこれもだからね、僕大阪ヒルトンに1999年に働きに行ったでしょ。一応そこはちゃんと残業手当の割増賃金がつきますよ。それは それまでつけんかったら本当に絶対脱法行為になって、あとは仕事の内容とかバレた時になんでこの人にボーナス渡しないのって。だから民法の天然果実、とか法定果実88条の方、あと89、ちゃんとそれはね対価に見合うものを支払いなさいっていう話であって、メロンとかねスイカとかそういうふうな果物とかのああいう果実のことじゃないの、お金の支払いのこと、日割りで計算しなさいっていうことになってんの。本当は大阪ヒルトンアウト本当ですよ。だからパリス・ヒルトンっていうことで、その人も本当にヒルトン家の人かどうか僕もよく分かんないんですよ。もうこんなに世の中めちゃくちゃだったら、だって偽名の人が平気でテレビで出ていて、立憲民主党の岡田さんも偽名で放送番組に出ていて、途中で僕のせいにしていた。いや、本当は岡田さんでしょ、岡田さんでしょ、立憲民主党のって言って、国会議員の人が偽名なんか使ったら話めちゃくちゃになるからって言って、君に言われたから出てるとかなんか、いや、僕はいろいろ聞いたんですよ。本当は自分にも分からないって言っちゃう。で、笑いながら真剣に言ってくるんですよ、大真面目。本当になかなか言わないけど、僕もその瞬間頭の中では言葉には出して言わなかったと思いますけども、さすがにその瞬間僕も言葉崩れてしまった。マジでってなっちゃった。それっ本気は本気マジキリのまマジよ敷居つくとかな、危ない、ここも食いとこうっていう防御策柵越えとかの柵の方、防御策の方、それが間仕切り。ホテルとか行ったら分かる、パーテーションって呼ばれてる外来語を用いるから分かんなくなるんです日本語だけでよかったんです、ここ日本だから。海外で放送するときに翻訳したらよかったんですね。英語マジで話してる人は日本語に変換することができてない人なんですよ。それで語学大学行ったって言ってるんですよ。海外の留学生として。留学生で行ったんでしょ。他国のこと学んできたんでしょ。日本語だけどもみんな本当はお手上げだから。漢字の意味。意味意味意味。マイル。長谷三次郎のマイルってあれ意味6つか7つあるから。ちょっと話それてもいいですか。あの漫画もどうかとは思うんですけどね、主人公がなんか三等身くらいに見えたりとかするか、四等身かしら、三身と二年生表現してるのか、七つの大罪真面目に書こうとしてオールツメントです、笑うなって言おうが無理だから。まあ昔からだ、まあ映画界とかでも、まあ昔から出てきます。不死身の男とか。まあまあそのうち不死身の女性とか。探しゃいる。探しゃいる。フェイトの幼女に戻ってる、もともとは高齢者だったその幼女の頃に、じゃあもともとも大人なんですよ、大人でなんかこう生き返った、転生した若返ったかなんかでこう10歳ぐらいの女の子、髪がかれてきたんですか、若返らせるそっちから供給して、どうなってんの今度ワンピースのルフィ太陽神に使った後おじいちゃんになって、じゃあ主人公は何でも力貸したりしたらいいんじゃないから、正当防衛ある、民法の720条ある、ルール法律で正当防衛、刑法でも38条ぐらいのところに正当防衛あるから、そこ。ガード。
涙出てきた。あれだけ本当のこと、もう思い出してるから、フルーツラバーグでその辺の何兆何兆っていうこと言ってるのに何を。これぐらいあったら分かるやろって。本当のこと言いますよ。有馬警察署の女性警察官の赤瀬さんっていう人ね、僕が2022年の、11月頃にね、ベルシステム24っていうところ、まあ、その前後あのコロナウイルス の, あの患者の入力の打ち込みの仕事をしに行った時に、やっぱりね、仕事場の、まあ、管理者含めて、めちゃくちゃであったと。それ行政指導ですよって YouTube で言ってるんですよ。で、あとパスワード持って帰っただけで世間に開示してないんだったらそれは政府だっていうこと、これはもう裁判所の判決でそうなってると、それ聞き受けないんですよ、そこの勤務者が。年上の上の頭悪い人間が現れて、淡い子はここ裁判所じゃないからと。そいつめちゃくちゃなこと言うか、小川っていう男、ここでそんなやつの名前隠してあかんから、ここじゃなくて日本中、世界中、どこもそう、世界のルールは法律、そいつの名前隠して隠蔽になるか、共犯者になるやろ。ちょっと考えたら分かることが、慣れてない人間は六法全書見たらわけ分かんなくなるから、話戻して、その警察官の赤瀬さんがなんか内部潜入で働きに来てたんですよ。でそこで大きな声で、本当や、行政指導って書いてあるって真面目な声でちゃんと言ってるんですけど、僕はその前に言ってるんですよ。そこまでもうめちゃくちゃだったら、本当もう行政指導だからここもって言ってるんだから。言ってて、一応援護で言ってくれてるんだけど、その小川っていう人間、全然謝罪せえへんから。いついつどうこう、こういうふうに言ったことをこちらが間違ってました、申し訳ございませんでしたって、もう一文書いて、もうそんなもん、いくらでも B4 一枚で終わるから、それぐらいで、あんまりそこまで細かく、ある程度のこと書いてくれたら、それよりいいから。それがあったら、その人も忘れないから。で、忘れた時に、あなたこの時こうしたでしょって見せてあげれるから。そうしなかったら自分の自社の社員、パスワード持って帰っただけで、ね、勝手に解雇とかし始めるよ。あなたもしちゃった方。人材派遣会社を派遣してる人間の担当。どこまでがアウトで、どこまでがセーフか分かってないから。アワさん、こちらではこうなってるんですけど。もういいから、もうアワさんじゃダメだから、もう上の人出してって。通話記録。確か残ってたと思う。で、一応、タオジ駅の駅員をしていた人を連れてきてくれてたでしょ。あの人は、まあ本当かどうかわからないですけど、あの人、当人かどうかわからないですけども、一応経団連の会長をしていた人で、一時的にタオジ駅の駅に見張りに来てくれてたんですよ。2002年の経団連の会長。それでも謝罪の一文ないから。ベルシステム24、マーキュリーサーフィング、両方とも監査せなあかん。これが本当の話。監査しなきゃならないっていうこと、あかんって言うんです、日本語では。遠回しの方なのか、ストレートな方なのか、ちょっとよくわかんないですけど。多分、牢獄の扉でしょ。あなた何人解雇してきたの、そんな身勝手な理由でって。あなたが裁判所裁判官じゃないでしょって、決定権なんかないからって。間違えてたら、責任者として法廷に出なきゃなんない。もともとベルシステム24っていう会社が監査の役員が入ってこられることを拒んでた。何年にもわたって。それはもうだいぶ前の話ですよ。1980年代か90年代、それぐらいの頃ですよ。ずっと監査が入ってくるのを拒んでいて。で、今度監査も。本当の事情よくわかんないですよ。監査の方も、四大監査法人とか、ちょっとしたとこも入れたら五大監査法人とかいうことになるんですけど、もうあんまり台つけなくていいと思うんですけども、社員とか代表社員の人たちね、いろんなところ担当させられても、一人で何店舗もって、それだけ。手回んないでしょ、本当に。
具体的なこういう風な内容を上げてきて、個人名をちゃんと通報してくれる人、監査しやすいでしょ。お金の計算だけで終わったら、あずさ監査方針とか僕が監査したけど、お金の計算だけで済ました終わり。違う違う違う、会社法でそんなこと全然書いてないから。もう役員としてある以上、一般社団法人に関する法律のところ見たらわかる。設立のところからもう全役員、役員とかはもう絶対責任、連帯責任とかもある。もう連帯責任があるから。そんな往生際の悪いことだから、もう本当のことを全部した時に、もうまたテレビ局の人間がもう男性が結構泣える方の放送、変な人減らしの方、頭染めてる二十歳前後ぐらいの、まあ大体30歳以下ぐらいの頭悪い女性にインタビュー、どんな人と結婚したいか、社長三親等以内の設計民法でまずそれ覚えな、この内容ちゃんと聞いた方がいいってなったら、なったら実力ない人なったら、でもう大きな会社、もともとよく法律わかんない人たちが次から次へと上がって、法律何から何まできちっと守ってる会社なんかまずないから、探したらもういくらでも出てくるから、見ただけでわかる。髪の毛染めと人間雇った状態で、海洋基本違反を合法化と勘違いしてる人間の会社、本当は髪の毛染めてる人間なんか雇っちゃダメ。もうその方向で最初フルーツラーパーク、人材派遣会社ワインスタッフが最初始まった時に、その時の担当者の人が淡津さんっていう人、その人も本名かどうかよくわかんない今考えた。ちゃんと僕の生田名の名前だからそれでいいっていうことになってるけど、もともとイベント会社だったんですけどね、ワインスタッフって、ワイン配膳って、で、髪の毛染めてるにね、全員働かさんっていう、そういう人たち、ほんと最初いろいろ募集とかでフルーツフラワー200人ぐらい募集来て、もう見た目で簡単って、面接にそんなに時間かかってるって、そんなことしてたら会社の利益なんか出ないよ、あなたたちの給料なくなっちゃうよ、面接にそんなに時間かけてた髪の毛染めてる人間が、もう海洋基本法違反やな、もう無理いらんって最初から広告に書いといたらいいって、髪の毛染めてる人間お断り一時期してたんですよ、ワインハイズで。本当にあの時の勢いと強さはどこへ行ったのか、すぐにそう崩れ、本当に。ああ、今からテレビに向かってね、僕はどういうふうなことを喋っていたかっていう動画をついついアップロードしていきます、動画をね。で、それ見てもらってね、僕の話が本当なんだっていうところと、あと絶対全員間違えちゃダメですよ。スポーツ業界って全部大赤字ですから、ほとんどのところが。もともとだったら、みんなの税金で体育館とか、建設してるから、それが原因で消費税上がってる一面もあります。大体ね、スタジアムと体育館関係で、野球関係のスタジアムだけで5000億は硬いから使っての。それは全てが税金じゃないんですけども、プロ野球業界の場合はね。けど、もともとが電鉄関係のところとかは球団なんですよ。で、地方自治法を見てもらったら分かると思うんですけども、地方公共団体なんですよ、鉄道ってもともと。何かっていうと、みんなの税金で鉄道を引いてるんですよ。で、労働力が税金でもあるんですよ。わかります？で、それでスタートして、純利益上がったのなんだろうって、もともと議員が役員になってて、そこまで金の亡者になるかっていう話なんですよ、本当に。だから家計をたどっていって、親が役員だったとか、国会議員だったとかいう人たちは、大体、その子孫がどういう生き方を教えるか、これが問われるんですよ、本当に。それでもまだ激しい税金の食らいつき方してたら、本当にアウト。はあ、もう、佳子さま、最初の方に言った内容、覚えてます。この辺で、ちゃんと名前を名乗ること、普通の声で、僕が喋ってる声、今の喋ってる声ぐらいの大きさで言ってくれたらいいから。いくらなんでもこれぐらいの声だったら50メートル先ぐらいまではさすがに聞こえない。ただ、晴山整骨院に意図的に絡んでくるやつらは、
50メートルどころか夜シーンとしてる時だったら300メートル先でも聞こえるから、本当に。おっと反響してめちゃくちゃ鬱陶しいから、本当に周りの家に住んでる人たちも同じ意見みんな本当は。以上です。ちゃんと過去さんしっかりと対応してくださいね。あの結婚希望はいたらちゃんと過去さんで好きっていう気持ちをそれも本当で、20歳ぐらいの頃に、ね、あのティアラをつけてる映像なんですけども、それも90番から、未来の時間の軸からの声かけ編、過去様編っていうとこあるじゃないですか。まあちょっと言い方間違えましたけども、そこにアクセスしてもらったら、そこのね、僕は、結婚希望相手過去様って言っていて、どの時間軸に一番最初の声かけしたか、僕もよくわかんないんですよ、本当に。一応、昨日見ておきながらしておきました。で、そしたら、私側っていうことを言ってくれてるんですね。それが記者会見の映像。それにアクセスできるようにしています。あ、証拠いっぱいあるよ。これだけあってもまだっていう。いやもう僕もしんどい本当に、あの法律面まだ。次法律面求めてきたその裁判所の裁判官が。六法全書自分で勝てるかどうかまず明かすこと、なんでそれあるのに分からないっていうことしてんのって、次言ったら切ってない全部あなたに払ってもらうよそういう裁判所の判例最高裁でしません。でまあ そこにね、今度は裁判官の実力あるところを見せて、これ昔も言ったんですよ、連帯責任で裁判所で働いた人間全員連帯責任そしたら何が狙いかって言ったらね、もともと区役所の人たちって何か書類送ってくるときに切手代なんか求めてないでしょ、もともとそうなんですよ裁判所が原告はね、こう裁判を申し出たとき、まあ、その費用の救助申請もそうですよ、切手代なんかいらないっていう話にしといちゃいいんですよ。でその訴訟費用としてかかった切手代を公開してたらいいんですよ。であとは原告の人とかが使用した、交通費とかあと時間とかかかった、そこはもう慰謝料に変換して訴訟費用とかに、変換して物事を見てあげると。それでも雇用助成金とかいらない形でいいと思いますよ。電気自動車の補助金もなくしてエネルギーのどのどの問題があるから、ガソリン車の販売停止で、いろんな人間が訴えられて、車を売らなきゃならなくなるか、特に春山さん、整骨院に出入りしてた人間、いろんな意味で車、売却させてね、市場に中古車があふれかえるから、ガソリン車は、それで十二分に供給できます。本当にいる人だけですよ、買ってほしいの。だから、自動車屋さんがね、例えば、トヨタ系列が、ここにね、この辺に、ダイハツのトヨタ系列でしょう。そしたら、1,2,3 で、あと藤原台で、これで4店舗で合ってましたっけ？ダイハツ入れたら5店舗でしたっけ？どうでしたっけ？マツダってどうでしたっけ？マツダってトヨタグループでしたっけ？一応オンっていう声が聞こえてきてるんですけど、一応その辺のところは、日経業界地図とか、四季報っていうのがあるんですけども、それ見たらわかります。で、これね、買うときに、日経業界地図と四季報っていうこの2冊の雑誌が本屋さんに置かれてるんですけど、買う時のコツ、どちらがこの年は詳しく載ってるだろうっていうのを、給与とか従業員の数とかそういうデータ、どちらが片っぽに載せてあるんですよ。それ年度によって日経業界地図の時と四季報の時と、これパターンバラバラなんですよ。本当に最初から一本化にしといたらいいでしょ、一冊で、で全部公開って給与もね、もう今頭の脳が変、脳梗塞の本当の話してる、これが本当の頭が痛くなる話
以上、この辺にしておきます。加古様、しっかりご対応のほどよろしくお願いします。一番最良の方法は電話で、僕は赤坂御所に行きます。だから、その加古様の身に何かあったらっていうことが最初もともとの基本的な内容で、お金がないからだから私たちが迎えに行くの話だったじゃないですか。だからもう止めてあげるところも赤坂御所にしといてくださいよ。そこは周り警察官が固めてるでしょ。だからそうじゃなかったら、だからその無理やり起こしに来る人間とかも存在するから、だからもうその辺はそういうふうに対応してください。以上です。だからその辺のホテルとかだったら無理だから、まあ、ホテルマンの中にも、だホテルマン自体がほとんどが人材派遣会社の人間で構成されてるから、だからどこにエロ業界の人間が混ざり込んでるかなんか分かんないんですよ。で、喋ってる言動とか行動とか、それでみんな判別してるんですよ。で、やっぱり髪の毛染めてる人間の方が、やっぱりあのエロ業界と深く関わってる人間が多いですね。もうそれまず間違いないですよ。もう結果出てますから。あとはもう加古さんもそういうあのややこしい行動絶対しないように、普通に僕の家に来ること、来るんだったら家に来る方法だったら、でそんなに僕の携帯電話に電話かけるのが嫌なんだったらここから僕を呼ぶことで、ここの前でちゃんと待っておいてくださいよ。本当に急には家出れない動き見たら分かるから、さっきの動画ちゃんと大急ぎで出ていきようけど、出た瞬間もうそんな廊下通っていた人間なんかわ見えないから、どこにも。ここの前よぎった。その瞬間、よぎる瞬間とかもうこれ映せるかって言ったら、もうこれ通り過ぎた時に、こう、もうその頃もう映、いないから。本当にもう、大変です。と言ってしまいます。この話もともとけど、もうこんな変な会う方法って、皇室の人たちとか国会議員とかテレビ局の人たちでしょ。普通の人こんな変な方法で会おうとしないから。けどまあ、それが結局その手法がエロ業界の人間を増殖させる方法になってるから、見本としてね、ちゃんと正々堂々と行動しますっていうことを、加古様が行動することで、淡井圭介側に、原告側について、補佐人として裁判とかをすること、それで結果が出るんですよ。裁判所の記録で残るから、裁判番号は僕が分かる形じゃないとダメだから、僕の名前で裁判を行って、原告としてね、で、裁判しなかったら、裁判所に裁判番号が、記録が見つからなくなるんですよ。僕が、淡井圭介本人ですって身分証明書を見せて開示して、で、裁判番号を調べてもらったら出てくるんです、今までの裁判番号は。本当ですよ。だけども、別の誰かが裁判を行うんでしょ？そしたら、その人の名前とその人じゃないと裁判番号は出てこないじゃないですか。わからない。分からなくなる。僕が当事者だから僕側に回って原告として裁判所のその勝訴がものすごくその皇室にとって大きな証拠になる。結果になる。だからそれは久井人さんにとっても良い例になる。あ、こういうことしちゃダメなんだなって。ちゃんと判例判決の書類あるよって。裁判所の判断、判決にそう見た即逮捕よって。いや、法律でそうなってるから。いや、さっき誰か心が痛いとか、なんか、そう、僕が痛くなってるか、この話を聞いて痛くなった人間、僕に移してきようが無理だから、通用しない。もう言った。世界のルールは法律。民法724条にある制度防衛。だから、緊急離脱の意味を、逃げるとか隠蔽に使っちゃダメですよ。それすると、そこまでしてさらにバレたら、それがガーシー議員。一法律だけで動く人間が一番危ないって、だからみんなの税金にそもそも最初から食らいついていたらダメなんですって。エネルギーの残存量問題とそこを一体化してるから、そうすればそのバカみたいなあんな豪勢な家とかね、建てようとする人間いなくなるでしょ。例えば土地代と建物代でね、本当に5000万円を超えるような家で、そんだけその借金を返済しようと してね、一月15万円の年金の給付までたどり着こうと思ったら、2000万円は年金かけておかなきゃなんないんですか、トータルで。っていうことは、
あんた自分の給料一体いくらもらうつもりだったんですか、って地元の社員にちゃんとボーナスとか賞与払わないで、住居手当も扶養手当も払わないで、で自分だけ金持ちになろうとしたら、ふざけんなよ、君が法律違反かだろって答え簡単でしょ。だってさ、昔のねインタビュー、もう社長と結婚したいとか言ってるその二十歳前後の女、大体髪の毛染めてる率7割以上か、最初の僕の記憶では9割以上確率。髪の毛染めてる人間ろくなやつ、これここまで言われてもまだ髪の毛染めてる人間、もう変な方向でたぶん腹くくってる、悪いことして生きていく腹くくってる。でもうこれも髪の毛の色でもうはっきりしてるんです、本当に悪い言い方をしようとする人間であればあるほど髪の毛の色はね、黒に、最初は黒い色に近い茶髪、そこから完全なブラウン茶色で、そこから僕はちゃんと英語、外来語を言った後、日本語に変化して言ってる。で、その上が、ちょっと赤い色がかかったね。茶色と赤色を混ぜたような色。で、それももっとひどいのが、金。もう、なんかもう、小学生の頃ね、みんな髪の毛染めてなかった頃、その時の感覚で見たらわかります。髪の毛茶髪より金髪のやつの方が悪そうな気したでしょ。合ってる、正解正解、それで、ね、OK、どうしよう、読みでこうして、OK 右から読むのか、左から読むちょっと待ってください、難しい、ちゃんと指が開かない、ごめん、親指が下にこう、自分でこうせんかったら OK。さすがにこれはけど、英語で OK って言ったら誰でも分かるでしょう。まあそれまでの日本語が分かってなかったら絶対無理なんでしょうけどね。もうこれぐらいにしておきます。もう以上です。もう毎日佳子様とかその変な方法で会いに来れば来るほど、見なきゃならない動画が増える。以上、真面目に聞いてください。普通に仲良かった頃の佳子ちゃんとか普通にね、明るい時間帯に横で歩きながらいろんなことを話していた頃、真面目な方の会話で、行動が真面目じゃなかったもん口では何とでも言える話になるもうお手上げ、もう僕もそれ言っただけでもう体力入らなくなるから、もう今日も何も、もうすねで終わり、もう今日もういろいろ打ち込んだ、もうこれで終わり、以上。